はい。はい、ではお願いします。はい、はい、船木と申します。よろしくお願いします。パカハレスって、まあ、今回ユーグラス会議っていうのは日本なんですけど、まあ、プログラムのパカハレスの話をします。ということで、皆さん、ユーグラス会議、パカハレス知ってますかねっていうか、まあ、知ってる人がいない。あんまりいないかもしれない。まあ、一応年に1回、会場から関係者が集まれてるんですけど。ということで、まあ、どんなやつがいるのか。まあ、こんな感じです。さっき集合写真撮りましたけど、これカンファレンスの集合写真動かせますね。ここでなんかまだまだペーパーじゃないです。小さくで場所はブルーの国家大学っていうところでやりました。9月にやりました。でブルーのってどこですけど、まあ、チェコなんですけど、プラハよりウィーンの方が近いところにありまして、まあ、ウィーンから列車に乗って行きました。で、まあ、結構綺麗な街だったりするんだけど、こんな感じでウィーンのところに行って、そう。で、結構チェコの旅行もしかしたら、これがうまく撮れなかったんです。こういう感じで変わってとか。まあ、ウィーンも行ったんですよね、っていうのって。こういうとこ行ったりとか。なかなかヨーロッパっぽかったっていうことで、まあ楽しかったって。中身の時間あるのでよく知らないですけど、ちょっと感心します。いいですね。カンファレンスも今年のカンファレンス結構頼むの良かったなと思って。ちょっとうまく撮れてないな。これとかも全部カンファレンスの、うん、あのフィーに入ってるというか、今回無料だったのでみんな入ってたりします。で、こんなこんなでやってたんですが、まあ、今日ちょっとフランクリンの話でですが、マイグレーションプロトコルの紹介やってたりしますけど、これオープンデータで公開されてるので、このスライドとか見てみてください。で、イタリアとかが国防省が入れてますよっていう話があったんですけど、それをサポートしてるリプレイみたいなのチームがあるので、結構イタリアでなんかマイグレーション系は目立ってる。結構年齢高いね。うん、普通の方がいいな。ああ、そうですね。あの右の方の女性の人がマリーナって言って EM の議長で、さっきなんかあのスーパーハッカー的に言われてたので、ちょっと写真入れてみたらコーラで、コーラ彼がめちゃめちゃタッチ数がわからない。で、これは何のスライドだったかちょっと覚えてない。はい。で、リグラスオンラインも結構開発はちょろちょろ進んでて、これ何の話か忘れたけど、まあ、ゾンビのルールじゃないですか。まあ、なんか、まあ、同時編集とかも今後頑張っていくよみたいな。もちょっと言ってたりもしてました。で、あとちょっと面白かったのが、の目が見えない方がスクリーンリーダーを使って、あのどういうふうに使ってるかみたいなやつとかの発表があって、まあ、そういうのを見る機会はあんまないので、もうこんな感じなのかなで、やってました。で、なんかさっき見たような写真がちょっとわかるんですけど、グラフィーこの辺にいますよね。まあこの辺だとそう、この辺にいたりするんですけど。で、あの台湾から来たメンバー左2人とグラフィーの写真撮ったりとか、まあこんな感じでやってました。で、日本からも、まあ3人行ったんですけど、まあ発表もありました。で、まあ、内容はですね、IT プロにこれ公開されて、ちょっと、っていう感じです。で、実は来年はですね、ローマらしいんで、ローマか。9月の27から29で、まあ、ぜひ一緒に行きましょう。はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。